皆さんこんにちは、成沢です。どうも。先日ネオワイズ彗星の Vlog をアップしまして、たくさんの人に、見ていただきましてありがとうございます。あの後もう一回彗星の撮影行ったんですよ。で、雲の隙間から無事彗星を見ることができたんですけども、まあ今その SNS でも彗星の情報いっぱい出てて、見たい人撮りたい人いらっしゃると思うんですけども、私2回彗星の撮影経験して、やっぱり初めての方って難しいなっていう印象があるんですね。とっても明るい彗星なんですけども、やっぱその見るなり撮影するなりにはちょっとコツがいるなと思いまして、経験をもとにですね、ネオワイズ彗星こういう風に見たり撮影したりしてみるといいですよっていう、まあ、自分の勝手な見解ですけどね、そういうアドバイスを皆さんにお届けしたいと思います。それでは行きましょう。高くなるとね、まだ見えるよ。これまだ雲越しだからね、これ一応まだ明るいな。すごいすごい。だって動画で見て、これ動画でこんな映ってんだよ。うお、なんじゃこりゃ。まず彗星どこに見えるのかっていうところで、スマートフォンを使ってください。ビクセンのコメットブックっていうアプリが一番使いやすいと思います。コメットブックを起動しまして、ネオワイズ彗星が何月何日に、何時にどこにいるのかっていうのを調べられるアプリです。これまあこう遠くしたり近づけたりアップしたりできます。で、全方角がこう見える感じですね。デイをこうスライダーをこう直接操作してもよし、タイムを直接操作してもよしなんですけど、こう長押しすると、今デイを長押ししました。そうするとこう矢印が出てくるんですね。で、これでちょっとずつこう変えれます。同じくタイム、これビクセンのアプリ全部こうなんですけど、タイムを長押しするとこの時間をこうちょっとずつこうずらすことができます。まあ、これが基本的な操作方法なんですね。左上をご注目ください。こう彗星、今左上ネオワイズになってますけども、この左上のところをこうクリックするといろんな彗星の情報出てきます。まあ、暗い彗星、明るい彗星、いろいろあるんですが、今はネオワイズ彗星をこう選んで、ネオワイズ彗星が中心に来るようになります。で、左上の情報のところですね、日付と時間がまず示されてますね。それから高さ、それから方角、それから近日点通過日、近地点通過日っていうのがあります。高度は高さですよね。高度に関してはこう手で高度を、高さを測るっていうやり方を以前にアップした日食の動画のところでですね、説明してるんですよ。一番最後のところだったかな。で、ご存知じゃない方はそこを見てください。近日点通過日って書いてますけど、これは彗星が太陽に一番近づく時なんですね。彗星が一番太陽に近づくと、一番その、明るくなる時になります。で、それを過ぎた時がまあ太陽からどんどん離れていくので、撮影観測には適してますよっていう時期に入ります。まあ、今がまさにそれっていうことですね。で、その下に近地点っていうのがあります。近地点は地球に一番近づく時です。で、このネオワイズ彗星7月23日が、近地点、つまり彗星が一番まあ大きく見えて、近づくわけですから明るく見えるはずなんですよね。まあ彗星次第ですけど、近地点っていうのが7月23日が、まあ、観測のピークってことですね。今まではネオワイズ彗星朝方見えてたんですけども、今はそれ夕焼け、それから夜にかけて見えるようになってきます。例えば、今日は明日が7月17日なんですよ。で、例えば17日に合わせましょうか。7月17日、はい、4月17日での、夕方ですよね。で、ここで大事なのが、日没時刻を調べておくっていうのが大事ですね。で、ちょっとアプリ切り替えてムーンブックっていうアプリを出しています。で、このアプリを使うと、その日の出、日の入り、日が沈む時間帯というのを調べられます。左上の月のマークを使うと、月のマークを押すとこういう画面が出てきます。で、17日を押してみましょう。そうすると、日の入り、
日没時刻が18時59分ということですね。これ太陽が昇ってる間は観測するの難しいです。なのでこの日の入りの時間帯以降が見える可能性が高いと思ってください。じゃあコメットブックに戻ります。2回経験して思うのは、だいたいその多分この日の入り日没時刻から1時間経つと結構見やすくなると思います。なので、8時ぐらいにしてみましょうか。8時ぐらいですね。約北西の方角です。で方角はに関してはスマホのアプリとかでそのコンパスアプリもできますし、この左上ネオンワイズっていうところをクリックして星図表示を選びます。そして右下のこの丸いボタンを押すと、こうデバイス追従モードって自分がこうどこの方角を見てるのかっていうのが調べることができます。だからこれをかざして、あ、こっちにいるのねというふうに、調べてからまたこのネオワイ彗星を選択してそっちの方角を見ながら、どこにいるのかなって見るのがいいんじゃないかなと思います。このタイムの上にあるなんか円盤のマーク、これを押すとネオワイ彗星がどういう軌道で動いているのかっていうのをこれ調べることができます。上に上げたり下に下げたりするとこういうふうに角度が変えるんですけど、彗星って軌道があるんだなっていうのがまあ分かる、宇宙の面白さがちょっと体験できる要素もありますね。ネオワイズ彗星の現状ですけども、一番明るい時期を今過ぎてどんどん暗くなってきてるようです。ただ、7月下旬にはだいたい2等3等ぐらいの明るさになるんじゃないかなというふうに言われていて、まあ3等あれば十分撮影はできる。で目で見る時も夜になっていれば、そして双眼鏡があればバッチリ見えると思います。肉眼で見るのはちょっと厳しいなと思います。角はね見えるんですよ。角は明るくて見えるんですけど、尾まで見えないんですね。で双眼鏡で見ると角も尾も見えます。実際双眼鏡で覗いた時の、イメージっていうかそういうのに近い動画を撮ってきました。こういう感じです。どうぞ。だいたいこれが6倍とか8倍ぐらいの双眼鏡で見た時の大きさっていう風に思ってください。ちょっとねカメラで撮ってるのでノイズ多いですけど、実際はもっとねこういう赤いチラチラしたやつとかないんですけど、結構ね迫力があるんですよ。すっごい綺麗によく見えますんで、彗星ネオワイ彗星楽しみたい方双眼鏡が絶対あるといいです。で今ここにずらっと並んでる双眼鏡ですね、これこれらを使って私彗星を見てきました。で一番ちっちゃいやつ、倍率が6倍でここの大きさが16ミリってことですね。6倍の16っていう双眼鏡なんですけど、これでも見えたんですけどちょっとやっぱり物足りなかった。これですね、これ8倍の25ミリっていう双眼鏡なんですけども、これでも大丈夫です。これでも見えるんですけどやっぱりちょっと物足りないんですね。じゃあどのぐらいからその迫力あって見えたかっていうと、これですね、これビクセンのアトレックライト 6×30 っていうやつなんですけど、これ6倍のここが30ミリですね。で6倍でも十分見えます。このぐらい明るいと結構見てて、おー彗星だねーっていう感じがします。あとこの上の 8×42 っていうやつですね、よく見えました。すごくよく見えました。はい、でこの上にあるのがこれ 7×50 ってやつですね。ここまで来るとよく見えるんですけど、街の近くから見る人はこういう 6×30 とか 8×42 の方がおすすめです。まあここのレンズが大きければ大きいほどこう光を取り込む量が増えるんですけどね。街から見ると多分明るすぎてちょっと背景が明るすぎるっていうか、彗星と背景のコントラストがなんかつきづらい感じがしました。で夜になってから本当にその街から離れた暗いところで見るときはこういう大きい 7×50 ってすごくおすすめなんですけども、そうじゃなければ 6×30 か 8×42 このあたりがすごくおすすめです。個人的におすすめしたいのはですね、ビクセンのアトレックライト 6×30、まあ、これですね、アスコットっていうシリーズで、この 7×50 の下に 8×42 っていうのがあるんですよ。アスコットの 8×42、6×38×42 がおすすめですかね。あとはビクセン以外でも日の出光学さんの
6×36 倍の 30mm とか、あと健康さんのアートス 8×42、 このあたりがだいたい1万円前後で買えるんですよ。1万円ちょっと上ぐらいかな。まあ比較的お財布にも優しいですし、すごく綺麗に見えるちゃんとした最低限の性能がある双眼鏡なので、そのあたりの双眼鏡がおすすめです。なので水星のお供にぜひ双眼鏡を持って行っていただければなと思います。今日のですね、こういう、防振双眼鏡、手ぶれ補正付きの双眼鏡、これ富士フィルムさんから借りたんですよ。 TSX1440 っていう14倍の双眼鏡なんですね。この双眼鏡でどういう風に彗星が見えたのかっていうのも後日お伝えしたいと思います。目で見る編、眼視観測編は以上になります。皆さん彗星無事見れますように、ご家族でね楽しめるイベントだと思います。観測、楽しんでください。